等高生定の時代、3区の大半が美穂にいるんだからもうちょい頑張ってくれよ。絆は3割くらいしか美穂、にしかいなくてもそんぐらいんが出てるんだからさ。旧車リーディング自体は西、東じゃなかったっけ？一部美穂旧車が頑張ってるだけで。美穂が強いんじゃなくてテネイが強いんだ。そしてゴルシ3区は農山系は少ないからテネイ使えないんだ。普通に成功到底や。イクイのとこもソングのとこも美穂だけどもその2頭抜けた後どうなるかね。国枝もアーモンドアイいなくなった後はなんともしがたい感じになってきたし。テネイ組なくても逮捕とか謝罪組とか走ってるし、前よりかは美穂に流れ来てそう。G1 成績は上回ってても平場でいかんともしがたい差が出てるからな。藤沢先生はどうやってあんな、きしょい成績を出してたんだ。調教師リーディングが金額ベースなら美穂が1位だったのにって言おうとしたらドウデュースのブンデリットが1位だわ。杉山の躍進がエグすぎる。今年の美穂で1番勝ってんのキム鉄かそりゃそうか。美穂の販路が改装されたから成功到底は多少改善されるとは思う。ただそれが本格的に見えるのは再来年とかじゃねえかな。美穂はコースが2つあったけど、北側を閉鎖してその土地を使って旧車の建て替えもやってるらしいね。思い切っていいところに移転しちゃえばよかったのに。あんなでかい土地空いてるところが関東にあるのかな？一部の G1 分取り旧車とそれ以外ってのが美穂の本質。これから変わるのかもしれんが、そもそもテネイとの縁なくして強い馬を育てるノウハウは関東内で共有できるのか。吉岡先生も密かに稼いでんな。騎手のリーディングも見ればわかるけど、立東と美穂とで差がついてる。このテネイ所属のフランス人立東ジョッキーは一体。そいつがヤバいだけ。成功到底って上積みはもうそこまで差はないけどそれ以外での差がねって話なんだろ。全体の底上げが必要になるから数年で同行できることじゃなさそう。美穂はリーディングに食いつけるような上位とそうでない回の間に、立東以上に絶望的な差がある感じ。美穂の旧車は何か SNS 活発なとこ多いなって思った少しでも認知度高めようとしてるというか。美穂はとりあえず水をどうにかしろとしか。とりあえず水って言っとけばいいと思ってるだろ。じゃあ事実上解決不能な老子の話する？年またいでちょっとしたら春闘シーズンよ。立東ほど稼げてや。関係ないけどゴルシって年々顔がでかくなってるよな。食うのは好きなのか頬の筋肉が大きくなってだと思う。あとだんだん動かなくなってきてるから体のボリュームがなくなってんのかな。人間で言えばエラハッターごと肩幅の狭さとの相乗効果で余計に顔が大きく見える現象。縦髪が年々薄くなってるせいか顔でかく見えやすいんじゃね。ざっとリーディング眺めてみたが上位59社は立東35美穂15だからバリバリ成功到底だった。美穂は騎手もなんかね、竹下と戸崎が2トップ張ってて基本よそ様のルメール頼みなの層が薄すぎる。じゃけん、短期外人ジョッキーさんに全てをかけましょうねー。なおそのジョッキーも頼めない旧車。そしてその短期外人騎手を使えば勝てると思い色々無視して乗せる旧車もあるんだよな。やっぱ堀レベルの手数じゃないと。堀が美穂旧車なの忘れそうになる立東っぽい。天栄使わないからね。やっと天栄使ったと思ったら、施設は天栄だけどスタッフはしがらきから呼んだのは力技すぎるんだわ。天栄が調子良くてもゴルシには本当に全く関係ない話ではある。つっても G1 美穂勝ってんじゃんかよって調教師リーディング見ていくと普通に立東がゾロゾロ、並んでるんだよな。騎手の方も竹下と戸崎以外にもうちょい上位層厚くしてほしさあるけどこれも旧車に余裕がないと腰据えて、騎手育成なんかやってられんのかな。立東は調教師側の力が強いからだんだんと服従してくれる美穂を利用している感。少なくともマルシュを本気で正気があってブリーダーズカップディスタッフに活かせる真似は美穂にはできなさそう。ただ農山から都合良くてもそれ以外の馬を平地で勝たせられる調教師の方が新規馬主とかには喜ばれる。森ハゲとかヤハゲとか。イクイノックスのキム鉄ソングラインの林徹、レモンポップの田中区逮捕の栗田、ソウルの手塚エフホの鹿と、ちょいちょい強い美穂馬は生まれるけど平均が高いわけではないからね。美穂は立東と比べてロー組がだいぶ強いって例の騒動の時も何度か聞いたけどどういう流れでそうなったんだ？いやロー組がちゃんとしてること自体は悪いことじゃないんだけど。美穂とレセンが僻地すぎて、調教師や馬主が仲良くなりにくい、夜遅くまで繁華街ではしゃげない、のが、良くないと聞く。近く行くしちょっと都会の方まで出てきてよ。ご飯食べながら預けてる馬の話聞かせて、が簡単に。できるのは馬主さんからしたら楽というか印象いいだろうなとは思うよね。普通に優秀な調教師一族なら大体立東で旧車開くし、
美穂で優秀って言っても大体テネイとかの農山関係の外球使ってるからレース前くらいしか美穂にいないとかザラだしな。輸送技術といった純粋に厩舎のノウハウが求められる仕事で立東と美穂とではそう簡単に埋まらない差がある。立東部エース美穂？立東部エーステネイの間違いやろ。というか立東も美穂も所詮農山ファームの手の上で小競り合いしてるに過ぎんやろ。堀、てねえにしがらき出張所説明、やはりは厩舎というよりベンチャー企業みたい。先進的な考えの人が多いか少ないかの差で成功到底なんだろうなと。美穂にも藤沢とか国枝は外球利用とか立東留学とか先進的なことをやってたし。水とかより人だと自分も思うな。立東は立東って集団意識があって、仲間同士助け合おうって空気があるけど。美穂にはそういうの一切ない、若手育てようみたいな意識もないってちょくちょくいろんなところで見かける。美穂のごく一部が若手育成に熱心だと取り上げられるけど立東と違って他がそうじゃないから目立つんだろうなって。美穂のドンが岡部、立東のドンが河内ならそりゃ後者の方がジョッキーもやりやすいわな。武豊があれだけ上手いのは本人の才能もそうだが河内の弟弟子という立場というのもあっただろうし。美穂は移転しようにもちょうどいい土地なんかもう残ってねえよって前にこの手の話題のスレで見た気がする。茨城県は東京都民の家庭菜園だから、建物がない広い土地、だったら県全体に腐るほどあるぞ。航空写真見れば、都心に近いエリアでも発展してるのは所詮道路、鉄道沿いだけだとわかる。でもみんな地価の高い都心から田舎に移っていってるし、あれ茨城県ちょうど通勤圏内でイサゲじゃね？トップ層はほぼ均衡してるが全体での勝利数やオープン場の数は立東の圧勝。結局てねえかそれ以外かで雲泥の差があるからな。しがらき以外でも有力馬いっぱい出してる立東とはそこが違う。誰でも使える外球の充実度も立東が上だからね。輸送も得意なんで関東ローカルにもしょっちゅう殴り込んでくる。チャンピオンシルズも打つだからな。立東の厩舎に1年間ルメール禁止令出してもなんやかんやいつも通り勝てそうだけど、美穂の厩舎に禁止令出したら一気に崩壊しそうな危うさがある。ルメールより竹市禁止する方がヤバそう。三浦横山家吉田兄弟使えなかったら死亡するぞ。まあルメールのルの大体キム鉄とかだしむしろ美穂で上位扱いの厩舎の方がダメージでかいよな。立東が仲良しサークル名乗って半世紀続いてるらしいけど当時は関東にとても勝てない弱虫の集まりで今日も負けたか。しゃあないなぁ、みたいな空気でみんなでご飯食べに行くみたいな環境だったらしい。テンポイントあたりでようやく対抗馬になれるかもな奴が出てきてたからな。立東はトレセンの風通しを良くしよう、雰囲気もっと良くしたいなって頑張った人が何人かいてその人ら、中心にバトン繋いできた成果ってよく聞くよね。美穂はそういう人たちいないのかな。でも話聞いてるとここでは気にかけてそうな人もいるし全体としての動きになってないのか。トレセン立ち寄ったついでに外球寄れる立東と外球寄るともはや一種の旅になる美穂。でもクラブ代表からしたら言うこと素直に聞いてくれる美穂の方がいいよな個人はそうはいかないが。美穂は基本有力バテネイばっかだけど、立東はしがらき一辺倒ってわけでもないしな。美穂トレセン移転して、美穂トレセンの跡地にチャンピオンヒルズ茨城みたいなの作ってくれないかな。いいノウハウと技術、人材がいてかつ社大や農山と関係ない第三者の外球が欲しい。トレセン移転は明暗だし新規外球ができるのも面白いんだけど、外球作ったとしてもそこで働く。人間が足りない可能性があるのがなあと美穂村が移転しないでくれって懇願するかも。確か藤岡兄あたりが話してたと思うんだが立東はトレセンの一角でフラッと集まって。最近あいつの騎乗うまいよな。こないだのあのレースよかった、とか複数人であれこれ話すらしい。立東は騎乗語りたがるの多いから、なんて冗談めかして笑ってたけどその時に、美穂ももっとこういうのやらないの？とも言ってた気がする。すべて立東のスタイルが正しいとは言わないけどいろいろやり方の違いはあるんだろうな。農山はじめとする社大グループ出身の馬を除いた場合の厩舎リーディングってどうなるんだろうか？ここ出身の馬が強すぎてノイズになりすぎているから、これ除いた順位知りたいんだが。リーディングは調べることが膨大すぎて無理 G1。重賞成績なら厩舎の活躍場から農山さん抜くだけ。試しに美穂の厩舎でやってみたら？